どうもこんにちは、中野敦史です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初はロト6の考え方について話をしたいと思います。僕は一口購入し続けとんねんけど、僕の考え方は何十回外れてもいいから、とにかく一回だけ1頭または2頭当たればいいっていう考え方で、そしたら今までの損失が利益になるから。実際僕のこの買い方で過去と言ってもかなり前やけど、ロト6が週1の時に一口で購入し続けて3年後に1等当選した人がおんねん。だから僕もそんな人になれるように頑張りたいと思います。そのためにも徹底的に研究する必要があるけど、今みたいな感じで、もしそれで1頭または2頭、3頭でもすごいか、一口で当選できたらほんまに伝説になるんちゃうかなって正直思ってます。とにかく一口で1頭2頭取れるように頑張りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。